ティリア、てめえいつまでついてくんだこのボンレスハム。誰がボンレスハムですって。だいたいあんた、私にそんな口聞いていいと思ってんの。な、何をしやがる。じゃーん。ティリアさん、そのお金は。このお金はね、あんたが外で悪さしないようにってあんたのお父さんがくれた監視料よ。親父が。そうよ。あんたバトルタイクーンに出場するつもりなんですって。おうよ。ここから会場になる中央まではざっと300ギルはあるわよ。なのにお金もろくに持たずに飛び出しちゃって、途中どうするつもりだったんだか。ふん。よし、わかった。ティリア君、君には特別に俺様の付き人を命じよう。帰ろ。わかりました、ティリア様。私めに何なりとお申し付けください。はい。なんだかちんけな町だな。何言ってんの。私たちの村だって似たようなもんじゃないの。けどよ、俺様の肥えた口に合いそうな店は見当たらねえぜ。胃袋は口に合わなくてもいいからご飯が欲しいって言ってるわよ。あっ、ちょっと君どうしちゃったの。なんなんだこのガキは。わかんないわ。そうですか。思った以上に手間取っているようですね。ああ、お言葉ですが、この情報量と隠密行動では致し方ないと思われます。いかがでしょう、もう少し大胆な策を講じられてみては。ムーンライズは、そのいかにも悪役だって言いたげなマスクは変えた方がよくありませんか。はあ、それはさておき、今は表立った行動は控えた方が良いでしょう。ここはオットーとハーマンに任せておきましょう。仰せのままに。うん。しかし悔しいですね。このネットブロックさえなければ、もっと正確な情報が得られたでしょう。ブラウナウ、我々はいつになったらこれの脅威から解放されるのでしょう。冗談じゃないわよ。仮にも私たちは中央のエリート戦士よ。それが何だってわけのわかんないガキの操作なんかやんなきゃなんないのよ。そうでしょ、夫。もう、愚痴ぐらい付き合いなさいよ。これだからボランズは嫌いよ。それにしても手がかりが少なすぎるわ。これじゃいつまで経っても。何よ。どう、元気になった。うん、お姉ちゃんありがとう。どういたしまして。君、名前は。エルエ。エルエ。私はティリア。そしてこのバカみたいにがっついてんのがバンブよ。はーい。そして私がハーマンよ。
モットーだ。さあ、エルエちゃん、お迎えに来たわよ。な、何？エルエの知り合い？ううん。おばちゃんたち誰？お姉さんたちはね、君の正式な保護者なの。だからおとなしく一緒に来てもらうわよ。あ、やだよ。ちょっと待ちなさいよ。この子嫌がってんじゃないの。お前たちには関係のないことだ。おとなしくその子を渡してもらおう。そう、怪我しないうちにね。何よこのおばん。私はまだ二十歳だ。おばん呼ばわりするんじゃないわよ。お、俺様の飯が。